Okazaki Renton, Heartful World。 ギターバーチュオーズへようこそ。このコーナーは僕岡崎凛天が電波を通じて行うギターワンポイントレッスンです。さあ今日のお題はこれ、コードフォームからリードフレーズを作ろう。ちょっと長ったらしいコーナータイトルになりましたが、コードフォームからリードフレーズを作る、よく、質問を受けることの一つにですね、リードギターってどうやって弾けばいいんですか、リードギターが全く弾くことができませんというね、質問を受けることが多いんですが、逆に言えばですね、あまり難しく考えることはないと思うんですね。極端な話ですけど、例えば何も考えないでギターの、フレットのどの弦でもいいです、どっか一箇所をポンと弾いた時に、その曲に合うか合わないかっていうのは確率3分の2で合うことになっております。それを考えるとですね、確率 66.7% っていう確率があるんですから、恐れずにバーンと弾いても構わないということになりますが、それを連続させて、何小節間も、あるいは曲によっては何分間もリードフレーズを弾くという話になりますと、これがちょっと変わってきますね。難しく考えなくていいとお話ししましたが、よく、その皆さんが気になさってるのはですね、スケールとかね、リードの決まったパターンがあるのではないか、スケールを覚えなきゃいけないのではないか、そういうことをよく耳にしますが、それよりまずですね、コードフォームを、いろんなコードフォームありますね、たった一つのコードを取っても、ハイコード、あるいはそのハイコードだけを取ってもまた何箇所かあるわけです。つまり一つの、コードネームがあったとしても、押さえ方としてはもう最低でも数種類、あるいはもうコードによっては、10種類以上のフォームが考えられるわけです。そのフォームがどこにあるのか、どのポジションでハイコードを抑えればいいのか、どの形で抑えればいいのかっていうのをね、理解してればリードギターを作ることは意外と簡単です。それとあまり難しいかっこいいものをまず弾こうとしないで、一番基本的なリードフレーズ、これを探っていくといいんじゃないかなと思います。まずですね、まあ例えばローコード、皆さんがよく使うローコードだと C というコードがありますね。5弦の3フレット、4弦の2フレット、そして2弦の1フレットを押さえているこのよくあるフォームです。これをハイコードにしますと、今度は3フレットに、制覇をして、ローコードでいうところの、A の形ですね、これを押さえてみると C というコードになります。そして今度は8フレットに制覇をして、ローコードでいう E の形ですね、これを押さえて、6弦から1弦に全てを引き下ろしてみます。さて、この1弦目のローコードの C の解放ですね、そして3フレット制覇の時の3フレット目、そして 8フレット制覇の時の8フレット目、これらをつなぎますね。これだけでもう、例えばこういう簡単な曲があったとします。これだけでももうリードギターになりますね。それが例えば Am に移った時にもこういう風になります。ローコードのこの Am、 そして、5フレット制覇の Am、そしてまあこれちょっと難しいですけど、まあ、8フレット、まあ、これはローコードでいうと Dm の形になるんですけどね、8フレット1弦を取ると、それらをつなぐと今度は Am のリードになるとか、それを繰り返しますと、こういう、これもでも立派なリードになります。そのようにCAm で例を挙げましたが、他のローコード A でもいいですね、 A がどこにハイコードがあるのか、
5フレット制覇のハイコードもあれば9フレット制覇のハイコードもあります。例えば D であればローコード、これを5フレット制覇の D、 そして10フレット制覇の D、こういう風にあります。先ほどは1弦目の、それぞれのフレットをつなげただけだったんですけど、それが2弦目3弦目であってもいいし、その間を今度は、フレーズでつないでいってもいいと、まあ、非常に一番の基本ですね、コードフォームからリードギターを探っていくっていう、これは今後続いていくかと思いますが、今度は今まで単音でやってたものを複音ですね、和音でやってみたいと思います。先ほどの C に戻りますが、今度は2弦、4弦、この2つ、そして3フレット制覇の C の2弦4弦、そして8フレット制覇の2弦4弦、それだけをピックアップするとピックアップしましてつなげます。先ほどの今度は A マナーを2弦4弦でつなげてみますね。で今度は F でいってみますね。今度はここ2弦4弦、まあローコードというとちょっと語弊がありますけど、いつも押さえている F の、2弦1フレット、そして4弦3フレットから今度は5フレット制覇の F のフォームがあります。ローコードでいうと C の形です。これの2弦4弦、そして、同じく9フレ、これは8フレットですね、8フレット制覇のローコード A の形の F、これらの2弦4弦を全てつないでいきますと、G も同じことが言います。まあ、そういうふうに、まあ、これ今のは6度和音でしたが、別に隣り合った弦2弦と3弦でもいいですし、1弦と2弦でももちろん構いません。こういうふうにコードのに含まれている音だけを追いかけても立派なリードフレーズは成立します。難しいことをいろいろ考える前に基本としてこれらを探ってみてください。今日のワンポイントアドバイスはいかがだったでしょうか。このコーナーでは皆さんからギターレッスンにおけるお悩みご相談お待ちしております。さて、今月5月これが最後になりますが、春だよハートフル大輪天祭りと行々しいタイトルでですね、僕のニューアルバムスピリットダンスをサイン入りで3名様にプレゼントさせていただきます。 E メールでの応募の方は木更津 FM のサイトよりお送りください。ファックスでの応募は0438202499までよろしくお願いします。スピリットダンス希望と書いて、番組に対するご意見感想、あるいはギターに関する質問、何でもお受けしますので、ふるってご応募ください。以上、ギターバーチュオーズのコーナーでした。